晦日だ、つまりけいこさんのお誕生日だ、おめでとうございます。レベルアップ、お母さんありがとうございます。レベルいくつになったんですか？私も29で。はい、ということでけいこさんのお誕生日なので親孝行したいと思います。今日は誕生日プレゼント買いに渋谷の米氷さんにやってきました。でかいよ、すさまじいいい匂いがします。見てよこれ、私がこれ米氷新宿でお金をはたいて買ったやつ。ハワイで。欲しい。これ欲しいの、うん、でも持ってるじゃん。これはハワイで買ったんですけど、高価でもったいなくて使えなくて今日初めて使います。だけどもう汚してるっていうね。いやこれ初めて今日使います。なのでもう汚してますよ。米氷さんテンション上がるでしょ、うん、もうすでに欲しいもの見つけたら50万だった。早いよちょっと予算オーバーですよ。今回も米氷さん大変お世話になります。前回新宿店で撮影したんですけど、その時にご担当いただいたモトさん、こちらの新店舗渋谷店の副店長に営業されたので、すごい、おめでとうございます。ありがとうございます。覚えてますか、坊主さん合わせに来ます。そうなんですよね。今回も揃ってますか？もうバッチリでございます。今日は私がプレゼントするけど、うん、使う？ちゃんと使います。本当ね、使います。はい、じゃあちょっと早速ご案内お願いします、はい、よろしくお願いします。うわー、もうあるよ。シャネルが130万。え、あれこんな 色、超かわいい。これすごい、いいなぁ。8万。これめちゃくちゃかわいいね。こんな色見たことない。57万。こっち75万です。あれファンクラブの人が買ったんだってさらっと言ってたやつ。95万でした。うわー、すげえ。これが今一番かわいい、ね、旬ですね、はい、みんなが欲しがる。あれいいよね、この形かわいいよね。この赤もかわいい。65万。あれもかわいい、レインボーみたいになってる。一体いくらなの？値段だけ聞いていいですか、はい、白だから秒で汚す自信がある。あれ欲しい、私あれ欲しい。あのモーモーのやつは何？シャネル。あれも高いと思います。バッグだな、ちっちゃい。かわいい、かわいい、すごいかわいい。うわかわいい。ちなみに お値段、35万。わーわー、これも真っ白でかわいい。ちなみにお値段いくらでしょうか？50万。70万でございます。上代。うわー、かわいい。上代が114万っていうのはどういうことですか？111万。メーカーの方ではそちらが定価っていう形。定価111万です。かわいい、この色使い。死ぬほどかわいい。なんてかわいいんでしょう。これもなんてかわいいんだろう。定価を考えるとすごいお得ってことですよね、はい、この新品ですごいかわいい。あっちセリーヌとかミョウミョウとかある。うわー、楽しい。セリーヌもかわいい。うわ、金コーナーだ。うわー、金コーナー。うわ、ティファニーのバスケットボール。ティファニーのボール。15万。なんか見たことないものがいっぱいありますね。540万。本当にすごい。540万だって。これが似合う人はなかなかいない。すごいね。うん、見てるだけでも楽しい。ほんと楽しい。うわ、これよく見たら欲しいものがいっぱいあるんだろうね。ほんと60万。これかわいいよね。すごいかわいい。私これずっと欲しいと思ってて。これはおいくらですか？あ、これはとてもお手頃に感じる。15万。え、ほんと？これかわいいよ。これいいじゃん。すごい安く感じる。かわいい。ハワイで買わずに米氷まで待ってればよかったの。ほんとだよ。キープします。あのボアもフォアのシャネル。はい、お伝えします。あ、ひぐちよ、ひぐち。あ、ほんとだ、かわいい。かわいい、かわいい、かわいい。死ぬほどかわいい。50万でした。いい、いい、いい、いい。すっごいかわいい。わー、中もベルベットみたいになってる。劇場のカーテンみたいな。何にも入んないね。ほんと何も入んない。これは大丈夫です。ありがとうございます。死ぬほど可愛いけど、オレンジになってる。これも可愛くない？可愛い。25万。安く感じ、安く感じ。これも可愛いよね、水色。ちなみに、ちなみにこれ自慢しですか？松田聖子様がくれたクリスマスプレゼントです。すごい可愛い。キープ？キープです。めちゃくちゃキープしたみやかな。うわうわ、これこれも可愛いよ。可愛いね。298,100円。これも可愛くない？可愛い。あんまり入らないね。可愛い。キープです。キープしすぎやろ。キープが多すぎ、ね、キープ多すぎ。すごい、娘よりキープ激しい。やばいでしょ。うわ、これも可愛い。可愛い、これ可愛い。これ可愛いね。大きさがいい。この色可愛い。
17万キープ、キープ、キープあります。この色も可愛くない？可愛い。これキープだよね。さあでは次のフロアに行ってみましょう。はい、1階が今というフロアで、現在が流行のものなんで、ワクワクですね。ありがとうございます。2階が過去というフロアで、ここにヴィンテージの品物を置いてあります。いっぱいある、またいっぱいあるじゃないですか。恵子さん、こっち。うわ、またあった、いっぱいあった、すごい。このスーツ35万円スーツ35万円、かわいいですね。こんなに嬉しそうな恵子さん、あんまり見たことないですね。うわー、スカート10万円。イエー。あのシャネルも変わってますよね。いいですよ、あのシャネル見ます、うん、うわー、ここら辺もブローチかわいい。やってましたね、あのバブルの頃にシャネルのブローチとかシャネルのイヤリングつけてましたね。これ変わってない？猫とトゥットルーだ。猫と V サインとシャネル。珍しいね、見たことないね、25万。皆さんバブルの時代って知ってますよね。私こういうのバンバンつけて仕事してます。めっちゃくちゃ持ってましたね。楽しそうだよね、バブルね。楽しかった。次ちょっと気になる。じゃあキープで。楽しい。うわー、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、9800万メーターキーラブです。すごい、すごい、かっこいい。約1億円の時計でございます。このシリーズが好きな人はたまらないものですよね、やっぱり。うわー、かっこいい。すごい。1、10、100、1000万、330万。うわー、650万。さあでは続いてのフライに行ってみましょう。はい、楽しそうな匂いがしますけど、ここは何ですか？未来というフロアでして、未来、未来に残したい名品っていうところで、名品が頂戴してます。これすごい、モネとかルーベンスとか画家とコラボしてるんですかね。そうです、バンゴッホ。これすごくない？すごい、ガタコラボ、モネとかかわいい、すごい、ね、うわー、ルーベンス。え、布団のサッカーボール、ただのサッカーボール。うわー、25万。蹴れないじゃん。蹴れない。うん、うわー、かっこいいね。これ持ってたな。これどこ行っちゃったんだろう。なんでどっか行くの？うわー、プラザ。このさ、あのディオールの形、懐かしくない？可愛いよね、うん、この形も可愛いよね、ロエベ。可愛い、何にも入んないやつ。これも可愛い。やっぱバッグってさ、何も入んない方が可愛いよね。うわー、バッキン360万。すごい似合わないだろうね。ベルメス似合わないよね。うるさいよ、顔に指さされて言われた。さあ、以上でフロアは終了になりますが、すべて。じゃあ、あのキープの中から選んでもいいってことですね。じゃあ、行きましょうか。やりました。怖いな、怖い。嬉しい。怖い。鬼のように悩んでますね。これも色とかね。さあ、お二人、今キープをしてもらいましたが、プラス、亀京さんからの勝負です。え、翔子さん、恵子さんが気に入るんじゃないかということで、こちら別で撮っておいていただきました。うわー、まずこちら、おシャネルです。わー、わー、かわいい。これ持ってたらいいのね。かわいいね、これ。何にも入んない。何にも入らないけど、かわいい。かわいい。37万円。おお。これすごい。これはレア。カバンより数珠の方が重そうですね。数珠って言わないでください。数珠ではない。これなんかすごくいいよね。数珠い天元と間違われそう。確かに。さあ続いて、なんか可愛い予感がする。すごくいい予感がする。あー、かわいい。これいいじゃん。これいいよ。数珠は、なんかヴィンテージになるんですけど、ヴィンテージもの、はい、なので、かわいいよ。かわいい。いっぱいついてるし。いいよね、うん。大きさがいい。1、2、3、4、5、6。6つついてる。30万ですよ。なんか、お得に感じる、うん、他に比べたら。ね、
だってさ、何も入らないやつに比べたらすごい入る。言い方。そしてその状態からさらにこちら。うわー、ディオールって書いてある。わー、素敵。大人のね、キャリアウーマン。素敵。社長秘書。とっても素敵。これはちょっとね、大人の香りがしていいよ。そうですね。改めて、そして赤のシャネルのバッグです。ドーンって感じで元気が出るシャネルですね。はい、なんかさ、姉ちゃんに乗ってさ、これ持って降りてきたらさ、ゲストワイルドって感じですね。はい、30万です。なんかこの辺が懐かしい感じ。そうですね、いいですね。はい、これ持つと可愛いよ、肩からかけると、可愛いね。お二人じゃあ改めて何点選ぶか分かりませんが、恵子さんの誕生日プレゼントということで。自分が欲しくなってきちゃった。かわいいね。これかわいいよ。でもこれも気になってる。それ不思議なのさ、シャネルと猫って気になるけど、こっちだと思うよ。そうだよね。私はこのおすすめいただいた黒いバッグか、こっちのこれか、これもいいんだよ。全然絞れてないよね。全然絞れてない。どうしよう、失礼します。ちょっと持ってみて。かわいい、便利。パッと取り出しやすいしね、両手が開けますよ。これも持ってみて。目を引きます、オレンジが。ただ日常でガンガン使うとなるとあるよね、これは。あとこれ、じゃあこれ最後に持ってみて。かわいいね。はい、困った。ただ絶対汚れるよ。これとどっちだ。値段一緒だもんね。これ可愛くないですか。これにしまーす。決めた。嬉しい。わーい。長生きしてよかったぞ。シャネルのバッグをどうしても欲しいってずっと言ってたんですよ。ずっと欲しかった。しょうこさんは。私は大丈夫。私は大丈夫です。あれ、赤もいいんですか。かわいいね。かわいいよね。どうしよう。姉ちゃんカラーだからね。下誰か買っちゃうかもしれない。買えるときに買おう。よし、買おう。いや、もう買いましょう。買っちゃおう。買っていいと思う。はい、買おう。やった。やった。買いまーす。シャネルで乾杯は意味わかんない。いや、でもいい感じだと思います。これさ、姉ちゃんだからいいよね。え、なんで私も買ってるんだろう。ちょっとマジで意味わかんないけど。お二人とも今お手持ちのその2つご購入ということで。購入です。本当にお勧めのものを結構選んじゃいました。確かに。キープじゃなくて両方とも米表さんの、こんなに悩んで選んだのに、トラップからキープしたのに、結局おすすめのものを米トラから。さすがでございます。さすがでございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあお支払いの方に。わー、お支払いの方に。わー、ガッタガッタ。お待たせいたしました。うわー、来たー、来ました。恵子さんおめでとう。ありがとうございます。なんでか私と恵子さんおめでとう。わーい、すごい。なんでかもらい事故で私も買っちゃいましたけど。そうだよ。なんで中川さん買ったの。わかんない。値段が一緒ですよ。信じられない。でも年末年始さ、旅行に行くからさ、持ってこうよ。うん、持ってく、ね、絶対に持ってきます。はい、ということで恵子さんのハッピーバースデーができて娘として嬉しいです。こんなに喜ぶ姿はなかなか見れないですからね。ということで今年1年も YouTube いっぱいね、更新してきましたけれども、本当にありがとうございました。今年最後の動画になりますけれども、2024年辰年なので、もっと張り切って YouTube 来年こそ100万人目指していきたいと思いますので、皆さん本当に今年もありがとうございました。良いお年を。来年もよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またね。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。